ウォルター・ブルース・ウィリスは、ドイツ生まれのアメリカ人俳優であり、プロデューサー、ミュージシャンでもある。彼のキャリアは1980年代から始まり、それ以来コメディ、ドラマ、アクションといったジャンルで、テレビと映画の両方で活躍している。ダイ・ハードシリーズの主人公、ジョン・マクレーン役でよく知られている。他にも60作品以上に出演し、パルプ・フィクション、十二モンキーズ、 フィフス・エレメント、アルマゲドン、シックス・センス、アンブレイカブル、シンシティ、森のリトリ・ヤング、レッド、レッドのように工業的成功を収めた作品も多い。彼は2度エミー賞とゴールデングローブ賞を受賞し、4度、サターン賞にノミネートされた。ウィリスはデミ・ムーアと結婚し、2000年に別れるまでに3人の子供を設けた。現在は、 モデルのエマ・ヘミングと結婚しており、一人の娘が生まれた。左利き。身長182センチメートル。頃の都合からブルース・ウィルスとご記載、ご称されることが多い。水野春夫や淀川長春といった著名な映画解説者がブルース・ウィルスとご称することが多かったほか、多くの映画関連雑誌などでもブルース・ウィルスとご記載することがあった。現在は、 そのようなご記載、ご賞は減ったが、現在でも、頃の都合から間違うものは多い。ウィリスは、西ドイツのイダー・オーバー・シュタインで生まれる。彼の母親、マレーヌ・ケイは、ドイツ人であり、カッセル近郊のカウ・フンゲンの出身。父親のデイビッド・アンドリュー・ウィリスは、アメリカ人兵士で、アイダホ州南東部のイングランド系の家庭に生まれた。父親は、イングランドの他に、オランダ。 フランス、ウェールズ、アイルランドの血を引いている。ウィリスは4人目の子供であり、姉、フィレンツェ、長兄、デイビッド、そして2001年に42歳で水岸によって死去した時系、ローバートがいた。ウィリスの父親は1957年に除隊すると家族を連れてニュージャージーのカーニーズポイントに引っ越した。母親は銀行で働き、父親は 溶接工のマスターメカニックと工場労働者になった。ウィリスはペンスグローブ高等学校に通った。彼はここで喫音に悩まされる。だが、ステージの上で自分自身を表現すると喫音はすぐに消えた。ウィリスはその後もステージで演じ続け、高校では演劇部に所属、生徒会長をも務めた。高校卒業後、ウィリスは セーラム原子力発電所で警備員として働いた。他にもディープウォーターのデュポンで輸送業者や工場、労働もした。私立探偵として働いた後、俳優として活動した。モントクレア州立大学の演劇部に入り、クラスで擬曲、熱い途端屋根の猫を演じた。ウィリスは3年生で大学を中退すると、ニューヨーク市に移り住んだ。いくつかのオーディションを受けた後、 オフブロードウェイのヘブンアースでデビューを果たす。彼はフールフォーラブによく出演して経験を積んだ上ディーバイスのコマーシャルにも出演した。1989年第61回アカデミー賞でのウィリスオーディションを受けるためウィリスはニューヨークを離れてカリフォルニアに渡った。1984年テレビシリーズ特装刑事マイアミ・バイスの 死体空ミサイル強奪。武器密輸ルートを終えに出演した。その後シビル・シェパード主演、こちらブルームーン探偵者のデビッド・アディスン・ジュニア役のオーディションを受けて3000人の候補者の中から選ばれた。このシリーズはシーズン5まで続き、彼はコメディ役者としての地位を確立する。1987年、ブレイク・エドワーズの作品、ブラインド・デートでキム・ベイ・シンガー、 ジョン・ラ・ロケットと共演する。エドワーズ監督は、キャデラック・カウボーイでウィリスを再び起用する。この時彼は実在のカウボーイ・トム・ミックス役だった。さらにその後、ダイ・ハードに出演し、彼が予期しなかったほどのスターとなる。この映画の中ではほとんどスタントなしで演じた。世界興行収入は1億4076万7956ドルを記録した。 1980年代後半にはウィリスはレコーディングミュージシャンとしてある程度の成功を収めた。ダイハードのジョン・マクレーン役で成功したウィリスは続編であるダイハード2とダイハード3にも出演した。このダイハード3部作は全世界で7億ドルを超える興行収入を得てウィリスはハリウッドの人気スターになった。1990年代、ウィリスは巨栄のカガリ ハドソン・ホークといった主演映画の赤字に苦しんだ。他にもバラの素顔は批評家たちに酷評されたが高評価も受け、この映画は1995年のアメリカで最もレンタルされている映画トップ20にランクインした。1994年、彼はクエンティン・タランティーノのパルプ・フィクションで絶賛される。これが新たな弾みとなり、1996年の カートゥーン、ブルーのザ・キッドで、エグゼクティブ・プロデューサーを務め、自らを CGI で表現した。12モンキーズと、フィフス・エレメントでは世界を救う男を演じた。90年代後半には、ジャッカルや、マーキュリー・ライジング、ブレックファースト・オブ・チャンピオンズに出演するも、さほど評判にはならなかった。1998年のマイケル・ベイ監督作品。 アルマゲドンは世界的に大ヒットし、同年、プレイステーションのゲーム、アポカリプスに、主人公の外見と声の出演をした。1999年の m ナイト、シャマラン監督作品、シックスセンスは、工業的に成功しただけでなく、ウィリスの演技力も高い評価を受けた。2002年のウィリス2000年、ウィリスは、フレンズへの出演によって、 エミー賞ゲスト男優賞コメディ部門を受賞した。2001年にもフレンズでアメリカンコメディ賞にノミネートされた。そして2000年に隣のヒットマンにジミー、チューリップ・チュデスキ役で出演し、マシュー・ペリーと共演した。また、オーシャンズ11にテリー・ベネディクト役で出演予定だったが、アルバムのレコーディングのために断った。その後、オーシャンズ12に 本人役で、亀尾出演を果たしている。2007年、グラインドハウスの、プラネットテラーイン、グラインドハウスに、ヴィランのミュータント兵士役で出演した。ウィリースはこの作品で、新シシィに続きロバート・ロドリゲス監督とタッグを組んだ。ウィリースは何度かアメリカの人気テレビ番組、レイト・ショー・ウィズ・デイビッド・レターマンに登場した。またこれまでに、 サミュエル・エル・ジャクソンといくつかの映画で共演している。他にも娘であるルーマー・ウィリスと2005年の映画、ホステージで共演した。2007年には、ハルベリー主演のスリラー、パーフェクト・ストレンジャーと犯罪ドラマ映画で、シャロン・ストーンが出演している、アルファ・ドッグ破滅へのカウントダウンに登場した。そして、ダイ・ハード4.0で再び、ジョン・マクレーンに噴した。最近では、 トラブルイン、ハリウッドや同盟コミックが原作のサロゲートで姿を見せている。第59回カンヌ国際映画祭でのウィリス・ウィリスは2010年2月のケビン・スミス監督作品コップアウト刑事した奴らでトレーシー・モーガンと共に盗まれた野球選手のカードを追ケ刑事を演じた。またゴリラズのスタイロのミュージックビデオにも出演した。同年には エクスペンダブルズで80年代を代表するアクションスターであるシルベスター・スタローンとアーノルド・シュワルツネッガーとの共演を果たした。彼はミスター・チャーチとして登場した。この3人が共演するのはこの時が初めてである。共演シーンは短かったものの、そのシーンは映画の見どころとして期待されていた。3人は2009年の10月24日に、 空の境界でこのシーンの撮影をした。最近の出演作品で有名なものの中に、レッド、レッドがある。同名コミックミニシリーズの映画化作品である。2010年に公開されたこの映画で彼はフランク・モーゼズ役を演じた。ムーンダイズ・キングダムでは、ビル・マーレー・エドワード・ノートン、フランシス・マクドーマンドと共演した。監督は、ウェス・アンダーソン、撮影は、 ロードアイランド州で行われた。また、エクスペンダブルズ2にも出演した。SF アクション映画、ルーパー、ルーパーでは、ジョセフ・ゴードン・レビットと共演し、ゴードン・レビが演じたキャラクター、ジョーの未来を演じた。ウィリスは、デイビッド・バレット監督作品、ファイアー・ウィズ・ファイアー・エンの誓いで50セントと共演した。主演は、ジョシュ・デュアメル。他にも、ビンス・ボーンア キャサリン・ゼタ・ジョーンズが出演する噂のギャンブラーに登場。スティーブン・フリアーズが監督を務めている。この映画はラスベガスのカクテルウェイトレスが一流のギャンブラーになる物語である。この2作品の配給はライオンズ・ゲートとなっている。2011年10月12日にダイ・ハードシリーズの続編ダイ・ハード・ラスト・デーの制作が発表された。 2013年2月14日にアメリカと日本で公開となった。この作品はシリーズの5作目である。ロサンゼルスに不動産を所有し、ニューヨーク市のトランプタワーの一室を借りている。また、マリブの家、モンタナ州の牧場、タークスカイコス諸島のパロットキーにある海岸の家が有名である。2000年にビジネスパートナーのアーノルド・リフキンと共に、 シャイアンエンタープレスと呼ばれる映画制作会社を始めた。彼はダイハード4.0の後に会社を去り、リフキンに任せている。他にもヘイリーでいくつかの小さな事業を行っている。その中にはミントバーやリバティシアター、俳優のアーノルド・シュワルツェネッカー、シルベスター・スタローンと共同経営のプラネット・ハリウッドが含まれている。2009年、 フランスの会社ベルベーダーのソビエスキーウォッカの3.3%の所有権と引き換えに、この会社の国際的キャラクターになった。ゲイリー・クーパーやロバート・デ・ニーロ、スティーブ・マック・イーン、ジョン・ウェインを演技の手本にしている。1989年、第61回アカデミー賞でのデミムーアと、ブルース・ウィリス映画、張り込みのプレミアで女優のデミムーアと出会う。 二人は1987年11月21日に結婚し、2000年10月18日までに、ルーマー、ウィリス、スカウトラルー、ウィリス、タルーラベルウィリスの三人の娘を設けた。二人の離婚の理由についてウィリスは、自分が父親や夫としての役割を果たしていなかったと述べている。離婚後、ムーアはアシュトンカッチャーと再婚した。ウィリスも、 二人の結婚式に出席した。2009年3月21日に、タークスカイコス諸島で、エマ・ヘミングと再婚。ムーアとカッチャー、三人の娘もゲストとして招かれた。しかし、この式典は公式なものではないため、6日後にビバリーヒルズで正式に結婚式を挙げた。2012年に、娘が生まれ、マーベル・レイ・ウィリスと名付けている。タルーラは2014年に、 コカインやアルコール依存症などから施設に入ったことがある。ウィリスはマーシャルローやジャスティス、ティアーズ・オブ・ザ・サン、グラインドハウスといった映画で軍人を演じている。軍人の家で育ったウィリスはアメリカ軍のためにガールスカウトクッキーの販売に公式に協力している。2002年、ウィリスの末娘タルーラはウィリスが軍隊に送るためにクッキーを購入したという趣旨の 発言をした。ウィリスは12000箱のクッキーを購入しそれらは空母ジョンカイ・ケネディに送られ、そこから中東全域の舞台に配布された。また2003年、ウィリスは嘘のツアーの一環としてイラクを訪れ、彼のバンドザ・アクセルレーターズと共に歌を歌った。日本では CM に出演。1991年に NTT ドコモのムーバの初代イメージキャラクターや、 ミキの、ジュワイオ、クチュール、マキの、イメージキャラクター、スバル、レガシーの初代イメージキャラクターに起用された。2005年に同社が累計生産台数300万台を突破した際には、イメージキャラクターに再起用され、レガシーを祝福するために、ブルースが帰ってきたとのキャッチコピーが添えられた。古くは、ダイハードの、 屋上ジャンプシーンを連想させるキリンポストウォーターの CM に出演し、2000年には日本コカ・コーラの缶コーヒージョージアの CM に半年間出演した。アルマゲドンのヒット時にはエネオスの CM にも出演していた。2011年にはダイハツミライースの CM、2014年にはコーアのコーアパワードコーヒーの CM にそれぞれ出演した。2020年には ソフトバンクの CM に出演し、ドラえもんに扮した。日本語版の吹き替えは、ヒューラツトム、野沢・ナ智、村野・武則、磯伊部・ツトム、内田・直也が主に務めている。なお、ウィリスが、スターダムに駆け上がるきっかけとなった、ドラマ、こちらブルームーン探偵社では、小木島真一が務めていた。プチブルースというモノマネタレントが存在する。ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームのスター・ウィリスは、 テレビと映画の功績によって数々の賞を受賞している。ありがとうございます。